キルピスヤルビは、フィンランドラッピ県のエノンテキオにある村である。キルピスヤルビとも表記される。村は、海抜500メートルのところに位置する。北極圏のラップランドに位置し、北極海からおよそ50キロメートル南にある。人口は、2009年12月31日時点で86人である。村の集落は、 1029メートルの標高を持つサーナンの麓に位置する。サーナンの東側には33.7平方キロメートルの面積を持つサーナ湖がある。村の西部にはマラ原生自然保護区がある。自然保護区の北部にはマッラ湖がある。村の南部にはキルピスアルビ湖が広がっている。三国ケルン村はフィンランド西側の最北端に位置し、フィンランド、ノルウェー、 スウェーデンの三国の国境が一点に交わっている三国ケルンが存在する。この国境点はコルタコにある。ヘルシンキ大学の生物研究所の他にキルピスジャービー、アトモスフェリックイメージングレシーバーアレイなどがある。ロバニエミからは北へおよそ 440km ほど行ったところにある。ヘルシンキからは北へおよそ 1200km ほど行ったところにある。ヘッタからは 北西へおよそ1 7 5トルほど行ったところにある。ラクセル部からはおよそ5 1 0トルほど行ったところにある。ムオニオからは北西へおよそ2 0 0トルほど行ったところにある。ありがとうございます。